去年、鹿児島市でアジアと鹿児島の食文化をテーマにしたワークショップが開催されました。先に、肉焼くよね、チェックって超美味しい。わー、大好きこれ。上手です。このワークショップはアジアを意識した鹿児島の食文化の市民による再認識、鹿児島の食文化の発見のための相対的なアジアの食文化知識の習得と共有、未来を担う子ども・若者を中心にした1・2の推進と、アジアと鹿児島の食の交流とイノベーションの3つを楽しく体験していこうというもの。コロナ禍の今、鹿児島の観光・海外との交流は厳しさを増しています。今できるアジアと鹿児島の食を通じた国際交流で鹿児島の魅力を発信します。3回にわたって料理ワークショップとして行われたアジア鹿児島シェアザテイストプログラム。ワークショップの舞台となったのは鹿児島市城南町にある日本ガス鹿児島キッチンほのほの。1回目となるこの日、続々と参加者が集まってきました。アジアと鹿児島の食を通して交流を図ろうと参加したのは、鹿児島に住む学生、そしてベトナム出身の留学生や技能実習生たちです。食物栄養学科なんで、いろいろとオリジナルメニューを考えないといけなくて、その勉強にもなるかなと参加しました。もともと IBS 外語学院ってとこに通ってて、人との対話とか異文化との対話っていうのを大事にしてたので、どんな対応ができるのかなと思って、そうですね、そうしました。食の交流をサポートしてくれるのは、飲食店のメニュー監修などのフードコーディネーターとして活躍する杉鶴直子さん。言葉はちょっと通じなくても、お料理をすることによって仲良くなったりとか、お互いのことの国のことを話せたりとか、参加される方たちにはとにかく楽しんでほしくて、海外のお友達ができる機会ってそうそうないと思うので、なんか気軽にお話ししてもらえたらいいな。参加者たちは出身地の話などを交えながら自己紹介を行いました。今日皆さん、今から森園さんに教えてもらってベトナム料理を習うんですけれども、あ、ここが鹿児島と似てるなとか、ベトナムってこんなの使うんだっていうのをちょっと楽しみながら過ごしていただけたらいいなと思います。今回作るのはベトナムの家庭や屋台で食べられている3品。今日の目的はベトナムの料理を知ること、あと隣の人の顔を見ること、話すことなので、緊張せずに楽しんでいきましょう。まずは参加者たちにベトナム料理の作り方を披露します。教えてくれるのは、ベトナム好きが高じて鹿児島市でベトナム料理店を営む森園さん。あっさりとしていながら野菜もあり肉もあり、料理のバラエティ、人間性のバラエティともにとても魅力的な国だと思います。もうこの若い世代に早くベトナムのことを教えてあげたいし、ゆくゆくは日本と鹿児島とベトナムが良いパートナーになれるように、ベトナムのことをもっと知っていただきたいって思いました。これ何に使うかっていうと、バインミに挟む。これすごく私料理が文化を表してるなと思うんだけど、バゲットはフランスから伝わった、ナマスは日本もベトナムもある。それがうまく絡み合って、バゲットとナマスってみんな思うんだけど、食べてみたらすごい美味しいね。ここで仕事を終えた3人が合流。タオさんとフォンさんは日本に来て6年、ズンさんは2年目です。それぞれの班で誰が何を作るかちょっと話し合いをして始めましょうか。
ベトナム出身の参加者たちにとっては馴染みのある料理ばかり。手慣れた様子で日本人の参加者と一緒に調理をしていきます。いびつになりました。上手です。ベトナムの食文化に触れながら調理を楽しんだ参加者たち。次々と料理が完成していきます。参加者たちが力を合わせて作った3品がテーブルの上に並びました。撮影会が終わったらいよいよ試食。参加者たちに好評だったのがエビと豚肉の生春巻き。美味しいです。うまくできたと思います。家族に食べさせたいです。そしてベトナム版バケットサンドバインミー。タオさんはなんとこの日ほとんどはバインミー食べます。朝食の定番バインミーはベトナムの参加者たちに大人気でした。次回が日本とベトナムをコラボさせたようなお料理が生まれたらいいなと思ってるんです。ぜんざいが好きって言って、で僕がタピオカ好きって言ったらなんかその話になったんですよね。私が好きです。甘い感じやっぱり、はい、大福みたいな感じで、うん、もち米のなんて言ったらいいの、お餅に、うんうん、なんか包む、うんうんうん、これも美味しい。クレープみたいだね。各グループの話し合いの結果、次回これらの料理を作ることが決まりました。鹿児島とベトナムはどのようにコラボするのでしょうか。それぞれ連絡先を交換して1回目のワークショップが終わりました。1回目から2週間ぶりに参加者たちが集まりました。2回目のワークショップは自分たちで考えた料理を調理すること。今回は、1回目で考えたベトナムの方と日本の方が交流して生まれるメニューっていうのがテーマで、お互いの国の文化とかを出し合ってこんな料理できないかなって言って話し合ったものを各自作ってもらう予定です。お豆とかココナッツオイル、それからピーナッツバター、白玉粉とかもち米とか、ちょっとお団子系のものが多いかなっていう印象なんですけど、お互いに豆とか団子っていう文化の共通点があって、それをうまく活かして今回考えてくれてる感じです。A 班が作っているのはベトナム風ぜんざいです。甘いものが食べたいねっていう話になって、でそのベトナムにもぜんざいがあるって聞いて、で日本にもぜんざいがあるから、じゃあ日本のぜんざいの材料をベトナムのぜんざいに入れたらいいんじゃないかってことで、と今回そのベトナム風ぜんざいに小豆と白玉を入れることになりました。小豆だけですよね。だけど今日はこの小豆と緑豆っていう、こっちが日本でこっちがベトナムでよく使うお豆なんですけど、それをミックスしたあんこを作ろうと。楽しいです。すごい可愛い色になってるので、いい感じに仕上がるんじゃないかな。味付けを担当しているのはタオさんです。すごい入ってくな。
だいぶ甘いけど。しかしタオさんはさらに砂糖を足してベトナムの味に近づけます。甘え。あとはココナッツミルクをかければ完成。そのお味は？日本のぜんざいに生クリームをかけたね。続いて B 班。白玉粉やココナッツミルク、緑豆などを使い3品を作ります。神山さんが作っていたのはピーナッツ大福用のクリーム。大好き。そうなんだ。めっちゃ美味しい。わー、大好きこれ。ベトナムはピーナッツが特産品で、鹿児島もピーナッツが特産品で、でなんかちょうどいいなと思って、日本とコラボしたものが作りたくてこれにしました。あっという間にピーナッツ大福が完成。一方 C 班はスマホを片手になかなか調理が進んでいないようです。私たちが作ってるのはどっちもベトナム料理で、いや今はまだ見当もつかないですね。バタバタでやってるから。そこに登場したのは A 班で調理を終えたタオさん。先に肉焼くよね。さらに他の参加者も加わって一気にペースアップ。バインセオは日本でいうお好み焼きのような料理。タオさんはなんと2枚同時に調理しています。野菜っていうかなんかその躍動感がこう伝わってくるよね。見てて楽しい。今回のワークショップに参加しているタオさん、フォンさん、ズンさんの3人は城山デリマルシェで働いています。3人は日本の料理を学ぶ技能実習生としてお弁当やお惣菜を作っています。フォンさんとタオさんが、6年目になります。でズンちゃんは2年目になりますかね。タオさんは1期生の中でですね、リーダーシップを発揮してすごく積極的にみんなを取りまとめている子です。フォンさんはですね、お母さんみたいなと言いますか、もう皆さんのフォローをよくしてくれて、こまめにいろんなところに気がつく子ですね。でズンちゃんは2期生なんですけども、ものすごく真面目で、いろんな仕事も一番覚えが早い真面目な子ですね。日本食の方を学ぶっていうことの方が目的が多いんですけども、彼女たちがもともと食べてた料理を、案内する機会があったということで、ものすごく喜んではいました。そんな3人の頑張りもあり、各グループの料理も無事すべて完成しました。参加者たちが初めに手をつけていたのが C 班が作ったベトナム版お好み焼きバインセオ。だいぶ違いますね。今まで食べたことない味だけど、それでもすごい親しみです。普通に美味しく食べる感じです。ここはもちもちして生地を丸かじりしてる。すごい。いただきます。美味しそう。美味しい。美味しい。こちらは
B 班が作ったピーナッツ大福。そのお味は？食感と味の味がちょうどよくて美味しかったです。珍しい組み合わせだなと思って、日本人好みの甘みかなと。試食会が終わったら次回に向けての話し合い。ベトナムにも揚げ春巻き、具材変えたらできやすい。揚げ春巻きにする？クリームの、それで大丈夫。大丈夫。クリームはもうちょっと甘い方がいい、それとも今のままでいい？クリーム基本の同じ。同じ。このこれが鹿児島県産の使いたいやつ。ワークショップの最後となる次回は各班一品を作り発表します。今回の交流の最終目標を確認して2回目が終了しました。今日本当最後になるので、会話残しのないようにたくさんお話ができるといいなと思います。今から発表内容をまとめてもらおうと思います。前回のワークショップで考えたベトナムと鹿児島のコラボメニューがこちら。まず参加者たちはプレゼンテーションで使うために作り方のポイントや食材の分量などイラストを交えながら協力して書いていました。前回ベトナム風ぜんざいを作った A 班はベトナムの揚げ春巻きネムランを作ります。タオさんを中心にベトナムの揚げ春巻きネムランが完成です。続いて B 班が作るのはダウフォン白玉。これまで2回のワークショップで培ったチームワークで順調に作り進めます。前回も作ったベトナム版お好み焼きバインセオを作っているのは C 班。各班が考案したベトナムと鹿児島のコラボ料理が形になりました。さあいよいよワークショップも大詰め。ここからはゲスト2人を招いて各班が考案した料理のポイントをプレゼンテーションします。私たちの班は、ベトナムの揚げ春巻きネムランに、ゆずポンをつけて食べるという料理を作りました。日本にも揚げ春巻きはあるんですけど、ベトナムの揚げ春巻きとちょっと違って、でも同じ揚げ春巻きだったらゆずポンをつけても美味しいんじゃないかっていうことでの案が出ました。なんか日本の春巻きは具材を炒めて火を通したものを包んであげるんですけど、ベトナムは生のお肉をそのまま包むんだっていうのが結構びっくりポイントでした。すごく美味しそうなので楽しみです。私たちの班はドーフォン白玉を作りました。ポイントは和菓子でよく使われている白玉と、鹿児島でもよく食べられるピーナッツと、ベトナムでも食べられるのでピーナッツバターを混ぜてクリームをずんだ餅風に作ってみました。お好みなんですけど、私的にはピーナッツバターがちょっと多い方が好きです。 C 班はバインセイヨンという料理を作りました。クーテンは鹿児島の食材さつまいもと豚肉を使うことです。エビはワタとかを全て取り除いて豚と一緒に塩コショウで炒めます。私たちはナンプラーを入れてより美味しく仕上げました。ワークショップの最後はゲストも入っての試食会。
者たちも3回のワークショップで完成させた味を楽しんでいました。今日来てくださったお二人の方に好評をいただきたいと思います。今回ベトナムの子たちと日本の学生さんが一緒になってこう料理を考えて作るっていう企画はすごく面白いなと思って、今回のこの経験をですねまた持ち帰ってもらって実践してほしいなっていうふうに思いました。一緒に料理して一緒に食べるっていうこの一連の流れっていうのがやっぱり心の交流にはとても大事なことなんだなということを改めて、ね、皆さんも感じられたんじゃないかなと思います。こうして全てのプログラムが無事終了しました。なんか自分たちの知らないことを知ることができて、交流してみるとすごい温かい人たちですごい優しかった。友達になれます。初めて教えてけど、みんな誰でもできる、上手。最初はベトナム語わかんないからっていうのが不安が大きかったんですけど、あ、意外と言葉通じなくてもなんか分かり合えるんだな、自分が一緒にやろうっていう思いと思いがなんか通じ合ったら何でもなんかできるんだなっていうことをなんか学ばせていただきました。全3回のワークショップを支えた杉鶴さんも手応えを感じたようです。話をしてつながらないところを日本人同士で話して、ベトナムの方同士で話して、またここで話してみたいなシーンもたくさんありましたけど、伝えようとすると伝わるんだなっていうのをすごく感じたので、なんかこれからもそんな経験をいろんなところでしてもらいたいし、何よりもお料理を楽しんでもらえたことが良かったなと思います。ベトナムと鹿児島の食を通した国際交流、そこには言葉や文化が違ったとしても分かり合えるものがありました。